テニパンドゥ、今日もよろしくお願いします。高校生らしいですけど、めっちゃうまいです。可愛いし、頑張ります。最近大会会場に早く着くようにしてるんですけど、私と同じぐらい早く来てる男の子たちが2人いて、そのうちの1人の子との対戦です。1ポイント目から過去一早いんじゃないかなみたいな弾丸なボールが飛んできて、高校生なのに球速すぎだろうって動揺を隠しきれないかったですね。はじめ ストロークも過去一早いって思ったんですけど、サーブもファーストサーブすごい速いんですよね。なんかもうとにかく、球が速いんですよね、この子。だからもう初め慣れるまでが大変でした。ファーストサーブが入った時ってどうしても展開的に急いで攻めようと思っちゃうんですけど、その気持ちだけが先走るとこうやって単調なミスしちゃいますよね。はい、サーブで押せてリターンが緩かったら、そこからラリーでゆっくり攻めていければいいんですけど、ちょっとまだ気持ちが焦ってますね。40オールだったんで、どっか早い段階で攻めようと思ったんですけど、相手の子がまたすごい速いボールをポンって先に攻めてきましたね。前回の動画もドロップショットでポイント取られましたし、今回もドロップショットを、やられてるんですけど、私ストロークのラリーの時に少し立ち位置を後ろにしながら、ラリーをしているせいか、すごく前のボールが取れないので、今とっても課題です。そこが相手が打つ瞬間しっかり見れてれば、もっと反応よく取りに行けると思うんで、そこをこれから頑張っていきたいと思います。サーブがいいのもあるんですけど、私のリターンが本当ネットしちゃってるんで、とにかく1本目、ネットを越えて持ち上げようってことをしなきゃダメですね。さすがにリターンミス多すぎたんで、ここから改善できてたと思うんですけど、はい、リターンはとにかくネットは越えていこうっていうのを常に今後意識していきたいと思います。自分から攻めるのが苦手なんで、そこそこのボール打たれてそれを返球するっていうのは慣れてきてるんですけど、右に速いボール打たれて、その後速攻で左に速いボール打たれて、すごいなっていう感じですよね。年下の子なんですけど、私的にはこんなプレーができたらいいなっても憧れます。40オールでなかなかポイントを取れない私なんですけど、セカンドサーブを緩めで、スライスのボールを打つんですけど、今回40オールでファーストからスライスで緩めに打ったんですよ。たまたま合わなかったみたいで、リ
リターンミスしてもらえたおかげで前半にゲームが取れました。今回もトスで私が当たって、リターンを選んでるんですけど、リターンゲームは3回目じゃないですか。なのでさすがに慣れてきてリターンミスは減ってきてますね。でしっかりと返してラリー拾うこともできているので、私の返球率がちょっと上がってきたっていうのもあるんですけど、少し逆に相手の子の、ミスが早くなってきたっていうか、ちょっとそれがこの辺から出始めましたね。まあ、この日の2試合目で結構体が慣れてきてて、焦らずにどこにボールをこう配球していこうっていう意識が結構集中できてきて、でやっぱりそのおかげでミスが減ってきているので 0-3 で余裕で負けてたんですけど、少しずつ相手のこの、メンタルに食い込む感じで、返球ができてきたんじゃないかなって思います。精神的に私も安定してきて、相手の状況とかを見つつボレーが久しぶりに出れましたね。ボレーでポイント取れるとやっぱりテンションが上がってきますね。ファーストサーブの入りも全体的にここまですごくいいので、まさかのラブゲームで取ることができて、ゲームカウントは 3-3 になりました。この子本当にライジングでしっかりとボールが打てるんで、私ライジングが下手だから相手の速いストロークを返球するために後ろで待ってるんですけど、この子は立ち位置を後ろに下げるとかも必要なく、しっかりとライジングを使ってボールを返球できる子なので、攻めのタイミングも速いですし、やっぱストロークでしっかりと戦える子ですよね。この子は私も立ち位置後ろでやってるのは今自分自身の準備が遅いからなので、あとはライジングが苦手なので、今この、映像を見ながら振り返って、私もそこができるようになったらいいのかって、この子のおかげで思ったんで、練習していきたいと思います。自分で見てても結構質よく返せてるんですけど、浅くなったらやっぱり攻められちゃいますよね。浅くなった時にしっかりと攻めていけるプレーも個人的にもしていきたいですけど、これをしていこうっていう課題がまだまだ多いので楽しみではありますね。一個一個苦手なことの克服をしていければまだまだ勝っていけるチャンスがあるっていう、勝っていけるっていうかいいプレーができるチャンスがあるっていうことなので、伸びしろがあるっていうことでこれからがすごく楽しみですね。なんか本当に考え方が最近ポジティブになってきてて、自分でもすごくテニスがさらに楽しくなってます。結構速いボールでサイドに打たれましたけど、とにかくネットを越すっていうのは何試合か前の動画で皆さんにお話をしてたんで、とにかく走らされたら上に上げるっていう、この時も意識できたおかげでなんとか返球することができて、フォーチュールになれました。自分の中でフォルトじゃなかったかなと思うようなサーブではあったんですけど、試合が終わった後に相手の子にも
あの大切なところフォルトじゃなかったって聞いちゃったんですけど、しっかり入ってきてたんですよあれって言ってくれて、集中できたんだなって思いました。ゲームカウントが 4-4 まで来てるんで、もしかしたら勝てるかもしれないってどっかでちょっと思う瞬間とかはあるんですけど、ちょっと負け慣れてるので、どういうプレーをして最後まで持っていくかって気持ちが集中できなくて、あんまりいいプレーができなくなってきちゃってるんですけど、相手の子はミスもしつつもしっかりと攻撃をしてくるプレーをやり続けてるので、私がこう困惑してるうちにサクッと1ゲーム取られちゃいました。回り込んで逆クロスに打って、相手のこのバックにボールを攻めていくっていうのがポイントを取れる形かなと思ってるんでやってたんですけど、さすがにちょっと無理があるくらい食い込まれてたの分かってたんで、少しログにして1回時間稼げばよかったんですけど、単調なミスしちゃいました。さっきと似たような形になったんで、今回はいや今は打てないからしっかり返そうって思えたおかげで、返球がちゃんとできて、ポイントにつながりました。私から 40-30 だったのと、まあ、このポイント取れたら 5-5 になれると思って、相手にプレッシャーをかけるために前に出てみたんですけど、1本目のボレーも入りましたし、今もチャンスボールが自分に飛んできてたんで、まあ、プレーとしてはやったことは成功だったと思います。チャンスのボールを決めようって思う気持ちがちょっと焦っちゃって失敗しちゃいましたけど、はい、これで40-40ですね。最後何でもないボールをスライスでミスをして終わってしまって、取られ方がダサすぎて、この試合何だったんだろうって思うような感じで終わってしまって情けないです。1点1点に集中することがさらにできたらもっといいのかもしれないですけど、こういうポイントだからここで相手にプレッシャーをかけるためにこういうプレーをしようっていう考えも絶対に必要なんで、そこをですね、その壁を越えられるようにこれからも頑張っていきたいと思います。長い試合でしたけど2試合目が終わりました。高校1年生なんですけど、サーブがめちゃくちゃ早かったですね。本調子ではなかったと思います。きっと私がもっと相手の子が崩れてる時に丁寧さをこういっぱい出していけば今回は勝てたかもしれなかったんですけど、結果的にやっぱり勝てませんでした。本当に負け動画ばっかりで申し訳ないんですけど、考えてるとテニスは成長しているはずなんです。テニスは成長していると思うので、はい、引き続き頑張りたいと思います。ご視聴いつもありがとうございます。今回は3人のチームだったんで2試合しかなかったんで、今からコンソレを、何試合かやってこようと思います。コンソレは4ゲーム選手なんで、集中しないと速攻で終わっちゃうんで頑張ります。またよろしくお願いします。